黒島口説き。沖縄県八重山諸島の黒島に伝わる民謡です。黒島の人々の生活や風俗習慣を歌っています。僕の心を捉えたのはその第5節、カニの踊りです。それはこんな内容です。黒島の女子供たちが夜の浜辺に降りてきてカニを捕まえようとしているんです。足を高く上げて横向きにそーっとカニのいる方に近寄る。すると、アダンの林の中から大きなハサミを打ち振りながら現れたカニに指を挟まれてしまう。カニがこんな風に丁寧に踊られているのを見るのは初めてです。一体この島のこの踊りに踊られているカニってどんなカニなんでしょうか。どうしても見たいです。諸島黒島、緯度から言えば台湾の中部に相当する亜熱帯の島。南海のこの夢のような島に向かったのは6月16日。この時期を選んだのは、黒島の踊りに出てくるカニはオカガニというカニで、普段はその名の通り丘にいて姿を見せないが、毎年6月半ばの大潮の時だけ産卵のため海に降りてくるということが分かったからです。普段は丘で生活しているこのカニに、どうしてそんなに正確に6月半ばの大潮が分かるんだろうか。あなたは来るのが一日遅かった。これが島の人の最初の言葉でした。オカガニの産卵は毎年必ず旧暦の5月の13、14、15日で、今年は6月の14、15、16日にあたる。昨夜がピークで今日は最後の夜だというんです。オカガニの産卵は今夜を逃すともう見られません。来年の今日まで見られないんです。ですからこう周りでワン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 飛んでる蝶にはなるべく興味を示さないようにカニ一筋で引かなければなりません。実は僕は、子供の頃から蝶が大好きで、今もやめられずに、好きなんですよ。うわ、琉球村です。本土では滅多に見られます。おお、筋黒カバマグロです。綺麗ですね。この島の人口は250人。みんなゆったりと生活しているように思えます。ギラギラ照りつける日差しの中にいると時間までゆっくりと過ぎていくような錯覚に陥ります。そんな島の中をオカガニが産卵するという浜へ向かっている時でした。あ、これは違うね。ワイワイガヤガヤとこの島では珍しい人だかりです。ヤシガニです。この形、この大きさ、これはヤシガニとは言いますがカニではありません。つまりヤドカリの親玉です。このヤシガニが、どのぐらい力があるのかちょっと試してみたいと思います。はい、これは市販されてる普通のボールペンです。あ、うわ、
俺はあっという間です。どうなってたね。けっちゃん、ちょっとこれ話せるかな。はい、外しましょうね。はい。ちょっと。この大体800グラムぐらいですかね。このヤシガニの大きさが。そうですね、800グラムぐらいね。これ大体20キロの重量。この方は宮原哲之さん、通称てっちゃん。今夜僕にお鏡を合わせてくれる方です。これでこれが1つ2キロですから、これが10キロですね。5つで10キロ、こっちが10キロ。はい、はい、はい、これ今10キロをちょっと持たせてみます。はあ、はい、今20キロです。すごいね。はい、今20キロ持ってます。あと2キロ、22キロ。手で持てる。黒島に来ていきなり度肝を抜かれました。やはりこの島はカニの天国なんだ。オカガニが産卵に降りてくるという浜、この透き通った水、ゆったりと珊瑚礁に囲まれた穏やかな場所、こんな素敵なところで卵を産むオカガニ、早く